パリで警官が中国人を射殺したことに対し、韓国のネット上で中国を蔑むコメントが噴出している。韓国最大のポータルサイトネイバーは3月28日、フランスの警察官が中国人男性を射殺した問題で中国人が激しく抗議しているとのニュースを掲載。隣人の通報で駆けつけた警察官が男性の家に侵入、男性がハサミで攻撃してきたため警察官は自衛のために発砲した。その後現地の中国人らが暴力的な抗議を行い、パトカーへの放火、投石などにより警察官3人が負傷したと報じた。記事はこのニュースに対して韓国ネットユーザーが激しく食いついたと紹介。中国は全世界の敵、警察は公務を執行しただけ、中国人は自分の誤りを認めようとしない、本当に恥知らずだ、中国人に人権などない、中国人はいつもそうやって孤立する、全世界の人々から歓迎されないことを心から願う、今度はフランス製品の不買運動か、ははなど寄せられたコメントは中国人に対するネガティブな内容一辺倒になったと伝えられている。韓国ってば、ここぞとばかりに中国に意地悪してますね。そんなことしてるから誰からも相手にされなくなるんですよ。隣同士仲良くできないのかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。共感していただけたらチャンネル登録をお願いします。画面右下にある小さな登録ボタンを押してください。スマホの方は動画説明欄の URL をクリックしてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。